はい、皆さんこんにちは。よろしくお願いします。今回はですね、スーパーソーカー、水鉄砲のね、お話をしようかと思います。このスーパーソーカーというのはですね、おそらく世界で一番有名な水鉄砲おもちゃのブランド名だと思いますけれどもね、日本ではね、そんなに有名じゃないような気がするんですけどもね、海外では非常に有名で、特にアメリカでは知らない人はいないんじゃないかっていうぐらい、そのぐらい有名みたいですね。もう、水鉄砲といえばスーパーソーカー。スーパーソーカーといえば水鉄砲、みたいな。そのぐらい有名らしいですね。ね、マイケル・ジャクソンなんかも、非常にね、スーパーソーカー大好きだったっていうことで結構有名らしいですけれどもね。あとは最近風切りになった映画でデッドプールっていうアメコミヒーローの映画ありましたけどね。デッドプールの宣伝用のポスターでなんかすごいおもちゃの鉄砲を持ってたりするんですけどね、デッドプールが。鉄砲もあれです、スーパーソーカーですね。去年発売になったスーパーソーカーのバレージっていう、そういうモデルなんですけどもね。普通に持って構えたりしてます。そういう風にね、使われるぐらい有名っていうことなんですね。英語でソークって言葉はですね、びしょびしょにするとか、そういった意味があるんでですね。だからスーパーソーカーっていうのは、要するに、ものすごくびしょびしょにしちゃうやつみたいな感じですかね。超びっしゃんこマッシーンというか、そんな感じの意味ですよね。それでですね、そのスーパーソーカーっていうのがですね、最初に生み出されたのはですね、1989年ってことになってますね。これでね、ロニー・ジョンソンっていうね、科学者の人が作ったそうなんですけどもね、この人はNASA でですね、JPL、ジェット推進研究所で、働いてたこともあるっていう人なんだそうですけれどもね、この人はもともとその実験中に圧力のかかったタンクから水が噴き出すのを見て、これおもちゃにしたら面白いんじゃないか、みたいな思ったのが、そもそもの始まりらしいんですけどもね。はい。それでジョンソンさんがどうしたかっていうとですね、炭酸飲料のボトルだとか、プラスチックのパイプだとか、そういうものを組み合わせてですね、一つの試作品を作ったんですね。実際に水を発射できる試作品です。で、これでもう世界最強の水鉄砲がですね、このようについに誕生したわけですけれども、これをですね、実際にじゃあ、おもちゃとして大量生産したり、あるいはそのアメリカ中のおもちゃ屋に売ったりとか、そういうことは、当然ジョンソンさん一人ではできないわけですね。それでジョンソンさんは当然おもちゃ会社にね、売り込みを開始するわけなんですけれども、なかなかそうは言ってもうまくいかなかったらしくて、試作品が完成してから、実際にその商品として販売が開始されるまでの間には8点ぐらい買ったらしいですね。そうやって、紆余曲折の上に、とうとう、正式に販売開始されたのが1989年と。そういうわけですね。で、スーパーソーカー何がそんなにね、すごかったかっていうと、とにかくね、水の出る勢いとかも全然根本的に違うわけですよ。それまでの水鉄砲は、引き金を引いたら、ピュー、ピューと出るっていうね、そんだけだったんですけれども、スーパーソーカーはもう、全然話にならないぐらい全くパワーが違うんですね。飛距離も、パワーも、持続力も全然違うんです。見てびっくりっていうぐらい衝撃だったみたいで、そのアメリカのね、人たちにとってはね。で、瞬く間に大ブームになりまして、2億ドルって言いますけど、当時のレートでね、300億円ぐらい売ったっていうぐらいですから、それもびっくりですよね、本当に。日本ではね、いわゆるその圧力式の水鉄砲って言いますかね、ポンプで、よいしょよいしょよいしょってポンプで、その空気圧を高めていって、引き金が低くてバーって出るっていう、そういう、水鉄砲が、今ではどこでもね、普通に売ってますけど、トイザラスとかでも売ってますし、ドンキホーテとかでもね、安いやつは100均でも売ってますけどね。そのぐらいどこでも、見かける当たり前の存在になってますけど、これを最初にやったのがスーパーソーカーだったわけですよ。一番最初にやったのがスーパーソーカーです。全然ね、パワーが違うっていうね。それがそのスーパーソーカーのすごいとこだったわけですね。で、そのスーパーソーカーっていうのがどのぐらい人気あるかっていうのはね、ちょっとここにね、一つね、資料があるんですけど、
スーパーソーカーをね、作ったその、ロニー・ジョンソンさんが、まあ、ちょっとハズブルをですね、訴えたことがあるんですね。で、その、訴えた内容っていうのはどういう内容かっていうとですね、その、ハズブロー側が、その、ジョンソンさんに本来支払うべきロイヤリティの一部を支払わなかったっていうんで、まあ、それを払えよっていう、そういう形で訴訟したらしいんですよ。で、2007年から2012年のね、5年間の間の、ハスブローが販売した商品の一部のロイヤリティが払われなかったと。ね。で、ハスブローさん側の言い分としては、いや、これはその契約の中に含まれるスーパーソーカーの商品じゃないんで、これは払わなくていいんですよってことなんだけど、まあ、ジョンソンさんは、いやいや、そんなことないよ。これも契約の中のスーパーソーカーの中に含まれるものだから、ちゃんと払いなさいよっていう。ね。そういうね、まあ、対決があったんですけど、まあ、これ最終的にですね、まあ、調停が入りまして、両者和解しましてですね、ハズブロー側が未払いの分を払うってことで、まあ、決着したわけですね。で、この時に、ハズブローがどのぐらいそのジョンソンさんに払ったかっていう。5年間の間、支払われなかった一部の未払い金が、これが7300万ドルって言うんですよ。7300万ドルですよ。日本円にして70億円以上です。70億円ですよ。信じられないですよね。しかもこれ、全部じゃないんですよ。一部ですからね。5年間の間に支払われなかった一部のロイヤリティが70何億円って言うんですからね。いや、じゃあちょっと待てよ。じゃあ、これとは別に支払われた分もあるんだよね。みたいな。思いますよね。5年間の間。しかもこれ5年間ですからね。ジョンソンさんが最初に発売したのって1989年ですからね。それからね、今までの間に、そのね、ジョンソンさんが受け取ったロイヤリティの総額って一体いくらなのよって。もう想像するだけで気が遠くなりそうですね。ジョンソンさんすごいですよね。超億万長者ですよ。ね。ジョンソンさん羨ましいって思うかもしれないですけど、まあ、それだけじゃなくて、この金額を見るとですね、その、ね、パーセンテージでロイヤリティをもらうっていうのが、これだけの巨額になるっていうのは、世界中でどれだけたくさん売れてるのかっていうのがわかりますよね。その考えるだけでも、本当に。ね。それほど人気あるんですよ。そのぐらい世界中でめちゃくちゃ売れまくってんですよ。それがスーパーソーカーなんですよ。ね。まあ、日本ではね、なんかあんまりこう有名じゃないんですけれどもね、なんか、つくだオリジナルさんとかがね、まあ販売したりとかしてたんですけれども、つくだオリジナルって言えばですね、まあ一番有名なのはやっぱりオセロゲームとかでしょうけどね。まあでもその他にもですね、いろんな海外でヒットしたおもちゃを日本で販売するって。そういうようなことをやってたんですよ。有名なので言えば、まあ、スライムだとかですね。あとは、ルービックキューブなんかもそうです。まあ、他にはですね、まあ、一部の人たちには妙に有名なね、超エキサイティングなおもちゃとして、まあ、バトルドームってやつとかね、まあ、ありますけどね。まあ、そういうのをまあ、売ってた会社なんで、まあ、当然まあね、アメリカで大ヒットしたスーパーソーカーを、まあ、日本で販売するっていうのは、まあ、ある意味当たり前の流れですよね。でもなんか、あんまりこう、日本ではね、大爆発っていうか、大変なブームになったかっていうと、なんかそこまでじゃないような感じがしますけれどもね。まあ、エアーウォーターガンっていう名前で、まあ、そこそこまあ、テレビ CM なんかも打ってて、まあ、そういうの見てた人にとってはやっぱりね、結構印象深かったりもするのかもしれないですけれどもね。まあ、あともその、名前がエアウォーターガンって名前だったんで、まあ、日本ではスーパーソーカーって名前がいまいちこう、定着してない理由の一つなのかもしれないですけれどもね。はい。それでまあ、アメリカで大ブームになったスーパーソーカーですけれども、まあ、スーパーソーカーのすごいとこは、それだけで終わらなかったことなんですね。もっと進化していったわけです。で、これ、まあ、特にすごいのが、その CPS っていうので、これまあ、コンスタントプレッシャーシステムっていう、まあ、そのまんまですよね。一定圧力で、その水を発射するシステムってやつです。スーパーソーカーの一つの今までの弱点としてですね、その、
あの圧力を高めて、まあ、発射するんだけれども、圧力が一番高いのは発射した直後だけなんですよ。発射して最初はもうすごい勢いで出るんだけど、あとはもうどん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 威力が弱くなる一方みたいな。それがね、スーパーソーカーのまあ一つの弱点だったわけですけれども、それでこの弱点っていうのは、もちろんですね、スーパーソーカーだけじゃなくて、まあ、いわゆる他の圧力式の水鉄砲すべてに当てはまるわけですよね。これを解消したのがこの CPS なんですね。で、まあ、どういう仕掛けかっていうと、まあ、簡単に言えばですね、まあ、風船みたいな、分厚いゴム風船みたいなのが、まあ、中に入ってるわけですよ。で、普通今までだと、その、水が出ていけば当然、その圧力は減る一方なんですけど、その風船状のチェンバーの中に収まっている、その新型の CPS はですね、水が出ていっても、そのチェンバーがギューッとしぼむわけですよ。今までは硬い容器だったんだけど、その容器自体が縮小するようになってるんで、中身が出ていっても圧力は変わらないわけですよ。さらに言うとですね、そのゴムがギュッとこう押し出すパワーもあるんで、威力もアップするわけですよ。ね。まあ、必ずしもゴム風船型とは限らなくて、こう、筒状のね、あのシリンダーみたいな形になってたりとか、まあ、その機種によっていろいろあるんですけど、まあ、基本的なね、その仕掛けは、まあ、そういう風になってます。はい。まあ、そういうわけで、この CPS を備えた水鉄砲はですね、もうとにかく強力な水をですね、持続的にバーッとこう、長時間発射できるという、まさにこう、画期的なシステムなわけですよ。で、このね、その、CPS っていうのを備えた、その、新型のスーパーソーカー、本当にすごい威力でですね、特にCPS2000 っていうやつは、非常に有名ですね。あまりにも威力が強すぎて、もうものすごいぶっといね、水の水流みたいなのをこう、20メートルぐらい飛ばせるとか、もう あまりにも強すぎて、危険だっていうんで、途中から生産分は、威力が弱められちゃったっていうぐらいね、そのぐらいね、すごいです。今でもね、その、アメリカの方の eBay とかで、その、初期に生産された、威力の強い分のその CPS2000 は、結構プレミアがついてそこそこの値段で取引されたりしてますけどね。そのぐらい強力なわけですね。で、このスーパーソーカーすごいね、威力の水鉄砲を作ったそのスーパーソーカーを作ったララミーっていう会社は、本当に大評判で、もうとにかく最強はスーパーソーカーみたいな、スーパーソーカーさえ買っておけば間違いないみたいな、もうそういうね、不動の地位を築いたわけですね。で、このスーパーソーカーを作ったララミーはですね、その後、ハズブローに吸収されちゃうわけですね。うん。最初はね、業務提携っていう形でですね、ハズブロー傘下に入りまして、そのララミーが作ってハズブローが売るよみたいな、そういう感じでね、まあ、進めてたわけですね。このハズブロー傘下に入ってた時代は、ララミーは、まあ、その、スーパーソーカーいろいろ作ってますけど、例えば、ハズブローがスターウォーズの権利持ってますから、スターウォーズのスーパーソーカーとかも出したりしてるんですよ。スターウォーズに出てくる光線銃、ブラスターガンの形をした、水鉄砲ですね。スターウォーズのエピソード1の時に、ナブーの人たちですね。クイーンアミダラとか、そのナブーの兵士とか使ってる、光線銃がやたらダサい形してるんですけど、これなんでかっていうと、スーパーソーカーだからなんですね。そのまま同じ形で水鉄砲が発売されてるからなんですよね。で、まあ、他にはですね、その CPS のその一定圧力で空気圧をこう発射するシステムをですね、応用してですね、いわゆるナーフの、スポンジの弾を飛ばす方のナーフの、ね、ブラスターとかも作ったりしてますね。ラピッドファイア20とかですね。あれなんかはですね、本体の側面とか横っちょの方を見たらわかるんですけど、ララミーって思いっきり名前が入ってます。で、その、ララミーとハズブローがまあね、一時期協力関係みたいな形にあったわけですけれども、ちょっとこれがね、ちょっとまた大きく動くわけですよ。2002年にですね、ララミーとハズブローの関係が変わってきます。ハズブローはですね、ララミーを完全に買収することに成功しまして、もう完全に、ハズブローのものになってしまったんですね。で、ララミーっていう会社そのものがなくなっちゃったんです。ハズブローに吸収されてしまってね。うん。で、
それまではララミだったんだけれども、これから先はもう完全にハスブロのものになっちゃってる。そういう形なわけです。で、その時にですね、ハスブロはですね、恐ろしいことにその、ララミのスタッフの、大部分をクビにしちゃったんですね。解雇しちゃったんです。で、それまでね、一生懸命その、スーパーソーカー作ってた人は、もうみんな首切られちゃって。うん。で、どうなったのかっていうとですね、なんとですね、その、クビになった元ララミーの人たちは、今までね、仕事してたオフィスのすぐ近くの場所で新しいオフィス借りましてですね、新しく水鉄砲のおもちゃの開発を始めます。これがですね、バズビーの、ウォーターウォーリアーズっていうね、シリーズなわけですね。これがその始まりです。ね、このウォーターウォーリアーズっていうのはね、どういうのかっていうとですね、まあ、元ララミーの人たちが作ってるんで、性能はね、非常に優れてるわけです。ね。威力とか飛距離とかね、結構すごいわけですよ。ただ、その、ララミー時代からの、まあ、名残っていうか、同じパターンとして、見た目のデザインがね、激しくダサいんですよ。ものすごいダサいです。ね。これがね、ちょっとね、まあ弱点なわけですよ。ただ、その、スーパーソーカーの名前使わなくていいこととかも、まああるんでしょうけど、値段が安いんですよね。うん。だから、スーパーソーカーと、まあ、同じぐらいの威力で、スーパーソーカーより安いと。ただ、見た目はかっこ悪いと。まあ、そういう、まあ、感じなんですね。ウォーターウォーリアーズシリーズね。はい。まあ、強力なライバルが出てですね。で、まあ、じゃあ、その、スーパーソーカーのね、ハズブロのスーパーソーカーは、じゃあどうなったのかっていうと、まあ、負けじとね、こっちも頑張るわけですよ。まずですね、そのララミー時代に比べて、デザインがね、ちょっとずつね、かっこよくなっていきます。うん。まあ、徐々にですけどね、まあ、洗練されてきますね。日本でもね、その、タカラトミーが、そのスーパーソーカーを一時正規販売したことがあるんですけど、この時に出てるやつとかね、まあ、割となんか、そこそこかっこいい形してますね。で、もう一つはですね、バーストノズルの開発ですね。このバーストノズル何かっていうとですね、さっき言ったタカラトミーが、まあ、日本でも正規発売してるんで、結構ね、持ってる人とかね、知ってる人とか見るかもしれないんですけど、フラッシュフルードっていうやつ買ったんですよ。これは、まあ、見た目的にもね、なんか今までよりスッキリしていい感じなんですけど、で、当然ね、その CPS の機能を持ってるんで、発射もね、安定してます。それだけじゃなくて、もう一つね、上の方にノズルがもう一つついてるんですよ。こうね、レバーをですね、操作すると、普通の方法だと水がビューっと一定の力で出続けるんですけど、そうじゃなくて、一度にドバッと出るわけです。ズバッとね。もう水の塊みたいな感じでこうね。今までね、その CPS のチェンバー内に溜まってたやつを小さな穴から、ゆっくり出してたんで、大きな穴から一度に出せばいいじゃんみたいな、そういうね、感じなわけですね。だからその、普通に発射と、その水の塊の発射とね、2モード切り替えみたいなね、そういう感じでやってるわけですよ。これはね、なかなか面白いです。非常にいいですね。で、そのバーストノズルみたいなのね、ハズブローと開発してですね、これね、すごいんですけれどもね、次の年にはね、もっとすごいの出してきます、ね。アークティックブラストってやつなんですけどね。これ、まあ、形は違うんですけど、中の構造は、まあ、前の年のフラッシュフルードと全く一緒なんですよ。で、何が違うかっていうと、水を入れるね、その、口の部分が大きく作ってあるわけですよ。で、何が違うかっていうと、氷を突っ込めるんですよね。うん。氷突っ込んで、氷水をぶっかけることができるわけですよ。しかも当然水の塊をこう、ぶっかけるバーストノズルもついてますからね。もう氷水を水の塊でドバーッとこう発射するっていうね。もうこれ食らうと本当冷たくてたまんないですよ、もう。これはね、もう非常に素晴らしいです。フラッシュフルードね、非常に有名ですけど、自分はこっちのね、アークティックブラストの方が結構気に入ってたりします。で、この年はね、もう一つすごいの出してましてね、これはハイドロブリッツっていうんですけど、これすっごいでかいんですよ。もう、アホみたいにでかくて、しかも水を満タンに入れるともう全部の重量が5キロオーバーになってしまうっていうもう化け物水鉄砲です。
で、これもね、その、バーストノズルがあって、水の塊が発射できるんですけどね。で、スイッチの切り替えで、通常の水のビエーって発射。これもね、かなり、飛距離、強力なんですけれども、スイッチを切り替えてバーストモードにするとですね、水の塊を自動的に5連発で発射するっていうね、本当にこれとんでもない水鉄砲ですね、これ。もう、アホみたいに強力です。すっごいですよ、もう。まあ、GPS2000 とはね、別の意味でね、最強っていう、もう一回もう伝説的な水鉄砲です、うん。これもね、非常に素晴らしいですね。まあ、そんなわけで、ハスブローもね、その強力のライバルに負けずにこういうすごいやつをね、バンバン出したりしてるわけですよ。ねえ。はい、そんなわけでですね、まあバズビーとね、ハスブローが、まあ対決してるわけなんですけれども、まあそういうことやってる間にですね、バズビーはですね、なんと意外なところから一撃を加えることに成功します。これね、どういうことかっていうとですね、ハスブローを訴えたんですね。ね、なんで訴えたかっていうとですね、そのバズビーさんの言うことにはですね、そのハズブローが持ってるのはスーパーソーカーの商標権だよと、つまりですね、スーパーソーカーっていう名前で水鉄砲を売る権利を持ってるのはまあ確かなんだけれども、 CPS のね、その一定の圧力で発射し続けるっていうその機構を作ったのは元ララミーの俺たちだよとね。だからあんたらはスーパーソーカーっていう名前で、水鉄砲を売ることはできるけど、CPS の、一定圧力で発射する装置を使っておもちゃを作ることは、それはできないだろう。そういう訴え方だったんですね。で、これが、裁判でですね、認められまして、ハスブロー側は CPS の技術を使えなくなってしまったんですよ。で、バズビーは今までその CPS に引っかからないように微妙に変えて作ってたんですけど、もうこれからはもう堂々とその CPS 組み込んだ水鉄砲を出せるようになったわけですね。そんなわけでですね、まあ意外なところから一撃を食らったハズブローなわけですけれども、ハズブローがね、まあどう対処したかっていうとですね、まあはっきり言うと CPS を使うのをやめちゃいました。で、CPS っていうかそもそもその圧力をためて発射する方式そのものをですね、どんどん縮小していくんですね。それまでね、蓄気式のマグストライクとかそういうのを作ったりとかですね、あるいはそのマグストライクをアイアンマンの映画の時にまあ再発売したりとかですね、あとはそのアイアンマン2の時にもですね、アークティックブラストを色を変えてまたアイアンマンのブラスターとしてね、まあ発売とかしてたんですけど、もうそういうこともね、もうやめてしまいます。はい。こういう圧力式のが、まあ、出ない理由の一つでもあるんでしょうけどね。まあ、あとはコストの問題とかね、パーツ点数が多いとかそういう問題も、まあ、あるんでしょうけどね。うん。そういうことでね、そういうこの蓄圧式のナーフみたいなのが、今後、まあ、出る可能性みたいなのは、まあ、ちょっと薄いような気がするんですけれどもね。ね、まあ、ちょっと話それましたけど、ね、この年にですね、ハズブローのその後のな、スーパーソーカーの行く末をですね、非常に決定づけた、商品が出てます。これがですね、スーパーソーカーの中でも有名なショットブラストっていうのと、それからラットラーっていうやつです。このショットブラストとラットラーっていうのはですね、何が違うかっていうと、まあさっきも言ったように、その圧力式を使うのをやめてですね、一回ギューッと押し込んだら一回ビューッと出るっていうね、そういう方式に切り替えたわけです。これ原理的に言えばですね、原理そのものは昔からある竹筒の水鉄砲と一緒ですね。うん。これ系のね、水鉄砲で言うと、まあ、よその会社が出してですね、ストリームマシーンっていうのがありまして、これが非常に有名ですね。うん。これは日本でもですね、登山とかアウトドアショップのモンベルに行ったらね、売ってます。ね、これは飛距離とかね、ほんとすごいです。水の量もすごいです。ただ、一回ビューって打ったら、すごく飛ぶんだけど、その代わり一回打ったら、水につけてチューッと吸わないといけないです。ね。連続的に打てないんですね。まあ、一応連続的にね、打てるようにするアダプターみたいなのも売ってるんですけど、それはホースの先を、水の中につけて、連続でやっぱり打つみたいな、そういう形なわけですよ。だから、
これは川遊びとかプールとかで遊ぶときにはすごくいいんですよ、これ。ね。まあ、モンベルってアウトドアショップみたいなのが取り扱ってるっていうのも結局そういうことなんだと思いますけどもね。あ、で、まあ、すごくよく飛ぶし、まあ、出る水の量もすごいんだけど、まあ、一回でおしまいっていう、まあ、そういう弱点があるんだけど。で、スーパーソーカーのそのショットブラストとか、そのラットラーは何が違うかっていうと、まあ、水のタンクがあるから連続的に撃てるんですね。まあ、その代わりその、一回出る水の量とか、まあ、飛距離はストリームマシンに比べると、まあ、ちょっと弱いですけどもね。まあ、でもね、弱いとは言ってもね、なかなかそこそこの飛距離と威力があるわけですよ。ただその、今までのスーパーソーカーみたいに、持続的にこう、バーッと出続けたりとか、そういうのはもちろんないわけですよ。うん、逆に言えば、その、撃ちたい時にすぐ撃てるっていうね、あの、予備動作として、こう、シコ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 こう、パワーを貯めていく必要はないわけですよ。ね。こう、クイックね、すぐ撃ちたい時に撃てるっていうね、そういう意味ではね、非常に優れてます。出る時間もね、あの、短いけど、短いなりに結構長いって、まあ、なんか変な言い方ですけどね。ラットラーなんか特にね、あの、細長いね、水が、出るんで、結構長時間ビーッと出ますね。あの、レーザーみたいな感じで切り裂くような感じで出ますね。これのね、もう一つ特徴はですね、ナーフとコラボ商品だったんですね。ナーフです。ナーフスーパーソーカーって形ですね。今までですね、その、スーパーソーカーとナーフはそれぞれ独立したシリーズとして別々にやってきてたんですけど、まあこれはだから一種のコラボ商品っていう形で出たわけですよ。クロスオーバーっていうかね。だから、まあスーパーソーカーってまあはっきり言えばまあデザイン的な部分でちょっと微妙な部分があったわけですけど、このナーフのね、デザインが取り入れられることで、まあすごくかっこよくなったんですよ。それから重機っぽいね、重機類っぽいイメージみたいなのもね、強調されてて、あと、それからその、ナーフと共通のね、レールシステムとか、そのストックの交換できるような、その共通のね、システムを取り入れることで、自由にこのアクセサリーを取り替えられたりとかね、まあ、そういうね、なんか趣向も凝らしてですね、やったわけです。で、威力もね、もちろんこれね、負けてなくてですね、特にあの、ショットブラストの方なんかはね、なかなか面白いです。これはですね、その、CPS と、その、いわゆるその、竹鉄砲の、ピストン方式とですね、両方組み合わせたような内部構造になってましてですね、持ってる方はね、わかると思うんですけど、普通ね、例えばその、ストリームマシンとか竹筒の鉄砲とか、ゆっくりニューってやると水がジョロジョロジョロっていうのが出ちゃうんですけど、このショットブラストは、ゆっくり圧力をかけても発射されないんですよ。バルブの部分がこらえて、ある程度の圧力まで耐えるんです。で、圧力がある程度一定以上までいったところで、ドバッとこう、まとめて、その、バルブが自動的に解放されて出るみたいな、そういう、なんていうかその、ハイブリッド構造になってるんです。だから、普通の、ピストン方式よりも、なんていうか、この、重いっていうか、太い水が、ビャッと出るんですね。あとその、ショットブラストの場合はそのタンクもでかいんで、連続でね、何回も何回も撃てるんですよ。だからその、水鉄砲バトルみたいなね、そういう場に持っていくとね、このショットブラストはね、非常に強力です。すぐには発射されないっていうけど、まあ、感覚的には、一回引いたら一回出るっていうのは、それは一緒なんで、使い勝手もいいし、まあ、威力もあるし、なんて貫通力っていうかね、その、吹っ飛ばすパワーみたいなのも、あるし、その、たくさん持続力もあるみたいな感じでね、非常にその名作と言っていい、非常にいいね、その水鉄砲だと思います。まあそういうわけでですね、この新世代のスーパーソーカーね、このラットラーとそのショットブラストなんですけどもね、最初に出た時はね、なんていうかまあ、いろいろ出す中でこういうのもちょっと出してみるよう的な感じだったんですけど、なんか好評だったのかどうか、知らないですけど、次の年からはね、もう完全にそっち方面にシフトして、ナーフとのコラボ商品として、中にちょっと2個ばかりこんな出すというじゃなくて、もうシリーズ全部がもうナーフのシリーズみたいになっちゃったんですね。だからその、ナーフスーパーソーカーっていう、その、一つのその、ナーフのサブカテゴリーみたいな位置になっちゃったんですね。もう次の年からはですね、もうそのデザイン的なその重機っぽさみたいなのもさらにパワーアップして、本当になんか、重機類みたいな感じになりましてですね。で、
それからそのレールシステムとかストックの交換システムとかもそのまま継続になってますし、もう一つ面白いのが水のタンクの部分がですね、これが銃のマガジンみたいに取り替えできるようになったんですよ。共通規格のクリップシステムの水タンクになりまして、まあ、通常のマガジンと大型のバナナマガジンとさらに大型のドラムマガジンみたいなのも出してね、もうまるっきりナーフと一緒ですよね、うん、でこういうのも出してですね、ますますこうなんか銃器っぽい感じになりました、うん、この辺のやつはね、なんかデザインとかギミックとかね面白いんでね、自分気に入ったんで結構ちょこちょこ買ってるんですよ。まあ、特に気に入ってるのはトルネードストライクなんてやつね。これ重心がこうガトリング銃みたいな感じになってて、ポンピングするとですねぐるぐる回るんですよ。で発射口が2つあって、その水がね螺旋状にこう渦を巻いて飛んでいくっていうね、これねなかなか楽しくていいです。で水あっという間なくなっちゃいますけどね。で飛距離が短いし、その貫通力みたいなのも弱いんだけど、まあ近距離で水を撒き散らすのにはすごくいいし、ね、形もかっこいいしね、結構気に入ってます。あとはですね、アークティックショックってやつですね。これなんかも結構好きですね。これまあ普通にね、何の変哲もない、まあ他のと大して変わらない機能でね、まあ押したらギュッと出るっていうだけなんですけど、付属のね、その、タンクがですね、これ口が大きく作ってあって、まだこれ氷入れれるようになってるんですよ。ね、冷水攻撃ですよ。これね、箱とか見るとね、パッケージにこのフリージングブラストとか書いてあるわけですよ。フリージングブラストですよ。氷水ぶっかけるだけなんですけどね。いちいちそういうね、言い回しでね、作っちゃうところがね、なんかやっぱりそういうの好きですよね。うん、で、このね、氷タンクなんですけど、まあ当然こう共通規格なんでね、他のものとね、自由に交換もできるようになってますね。例えばさっきのその、トルネードストライクですかね。これにつけたら、まあ、当然、トルネードフリージングブラスト発射ですよ。渦巻き状に氷水発射みたいなね、うん。で、そういうとこもね、なかなか楽しくて好きですね。あとはですね、ハイドロキャノン。これもね、いいですね。これ、バーストノズルで、ズバーッと水の塊を発射する水バズーカですね。とにかくね、でかいですね。全長だけで言ったら、ハイドロブリッツよりでかいです。ただ CPS のね、技術が使えなくなっちゃったんで、普通の水のビューッと発射するのはできないんですけどね。水の塊だけの方ですけど。まあその、バストノズルの技術は俺たちハスブロが作ったんだからいいだろう的な感じで、まあやってるんですけどね。でもまあ形がね、バズーカっぽいですからね。まあ普通の発射できなくてもそんなに不満はないですね。うん、これ、撃つとね、ハンドがビューッと返ってくる感じでね、その見た目のハッタリ的な部分。これはなかなかお気に入りですね。発射するとね、何回もガッコ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 やらないといけないので疲れるのがちょっと弱点ですけどね。なかなかいいですよ。またね、これをね、日本セットで売ってたりするんですね、アメリカとかだとね。もう、こんなバカでかいものをね、日本セットで売っちゃうっていうのがね、もうなんていうか、こう、いいなーとか思っちゃったりするんですけどね。はい、そういうわけでですね、まあナーフのね、中に組み込まれて、そのナーフっぽいデザインとかね、取り入れて、ぐっとかっこよくなったスーパーソーカーね。しかもこれ、2012年にこのトイザラスが、日本のトイザラスが取り扱い始めまして、いちいちね、海外から取り寄せなくても普通に日本で買えるようになったんですよ。これもね、非常にありがたかったですね。特に予備タンクとかをね、こう、気軽に買えるんで、これすごいありがたかったです。ね、嬉しかったですね。で、まあそういう感じでね、いい流れになってきたかなと思ったらばですね、次の年ちょっと驚くことが起こりました。バンダイがですね、ウォーターファイトっていう形で水鉄砲をね売り出したんですよ。ねえ、もうこういうのバンダイね本当に得意ですよね。他の会社がなんか売れてるとすぐ食いつくみたいな感じですけどね。でこのウォーターファイトの特徴は何かっていうとですね、まあ競技色をちょっと強めに出したことですね。その水鉄砲バトルみたいな形です。きちっとルールを作ってですね。で、目を守るゴーグルとか、その水に濡れると色の変わる、ジャケットとか出してですね。まあ、水鉄砲ファイトをやれと。そういうね、企画なんですけどね。で、肝心の水鉄砲の方なんですけど、これはですね、バンダイが独自に開発したわけじゃなくてですね、バンザイ、バンダイじゃなくてバンザイですね。
っていうブランドで、香港のマンリートイっていう会社が発売してるね、商品の色を変えたやつなんです。まあ、色とパッケージですね。海外ではね、普通に売られてるものなんで、まあね、海外のそのネットショップとか、あるいはその日本のちょっと微妙にうさんくさげなその海外の、雑貨を扱ってるね、ネットショップなんかで売られてたりしてました。で、そのね、普通にね、どこでも売られてるその、バンザイの、水鉄砲ですね。まあ、色だけちょっとなんか、微妙にヤンキーチックな感じの渋めな感じに変えてですね、ウォーターファイト、次世代水鉄砲とかって売り出してるわけですよ。次世代も何もね、普通に変えるんですけどね。まあ、やり方としてはですね、バンダイが昔一発当てたあれですよ、ハイパーヨーヨーと同じやり口ですね。ハイパーヨーヨーもそうです。ヨメガとかの海外ではごく普通に売ってる、ごく普通のヨーヨーですね。まあ、その、塗装だけちょっと変えてですね。で、次世代ヨーヨーとかって。でね、なんか、進化系ヨーヨーとかって、なんか今までなかったものみたいな口ぶりで売り出して、で、やっぱり同じように競技としてですね、ルール定めて、まあ、その大会とかやって、で、それをコロコロコミックとかでこう、売り出したわけですよ。ね。ハイパーヨーヨー大ブームになりましたけどね。まあ、ヨーヨーとかね、昔から興味あった人たちは、何が次世代だよとかって笑ってたらしいんですけど、でも、ね、結構、やってみると楽しいしね、まあ、大当たりしました。で、ウォーターファイトがじゃあ大ブームになったかっていうと、まあ、なんだかんだでそこそこいけたのはいけたみたいなんだけど、まあでも、そんな大ブームになったかっていうとそこまではいかなかったんですよ。で、まあ何がいけないかっていうと、まあ、当然まあ、ヨーヨーだったら普通にね、家で、自分の部屋で練習もできるし、その、こっそり学校とか持ってってね、休み時間とか友達と一緒に遊んだり練習したりもできるし、ね、そのコミュニケーションツール的にも、おお、ちょっと俺トリックできるようになったぜ、とか、おお、ちゃんと見してみろよ、みたいな感じで盛り上がったりとかもあると思うんですけどもね。でも、その、水鉄砲でそんなことはできないわけですよ。ね。ちょっと、じゃあ、ウォーターファイトの練習しようぜ、とかって、その放課後に、とか、その、できるわけがないわけですよね。うん、まあ、競技的なので言うと、昔のドッジ断平って、ドッジボールのね、漫画とか、大当たりしましたけどね。ドッジボールはだって普通に昼休みとか放課後にでも遊べるし、体育の授業とかでやったりもするわけだし、別にね、その、普通に学校でみんなで遊べるわけだけど、水鉄砲はね、そうはいかないっていうね。やっぱそういうね、弱点があるわけですよね。だからなんか、ウォーターホワイトがね、まあ、まあ、今年だけで終わりかなと思ってたら、まあ、次の年なんか新製品が出たんで、ちょっとびっくりしたんですけどね。これしかもなんか流用じゃなくてなんかバンダイが企画から関わった独自開発のやつだったらしくて、なんかねすごいなと思って、まあ2年続けたっていうのはバンダイにしてはまあ頑張ったなみたいな、粘ったなと思うし、まあそれなりの売り上げはねあったんだと思います。よう頑張った、でもまあそうは言ってもね、未だに売れ残りとかちらほら見たりもするんでね、まあ大ブームとはいかなかったっていうね、まあ残念なことではありますけど。あと問題はやっぱり価格的なものとかもありますよね。その元々のバンザイの水鉄砲はそこそこ安い金額で買えたわけですけど、ウォーターファイトは結構やっぱりそのバンダイが売るためにまあ儲け出さなきゃいけないから当たり前っちゃ当たり前なんですけど、結構高いわけですよ。うん。まあ、4500円とかそういう値段するわけですよね。まあ、安いやつは1000円ぐらいで、一応エントリーモデル的な感じで出してるんですけどね。まあ、そういうふうに、結構高いんで、まあ、自分とかからすると、やっぱりそんだけ出すんだったら別にスーパーソーカー買っちゃうよとか思っちゃうわけですよね。うん。まあ、デメリットは何かっていうと、まあ、ウォーターファイトの大会に出られないのがデメリットなんだけれども。まあ別に、まあ、自分の場合は別に大会出たいなーとか思うわけじゃないから、別に関係ないわけですよね。うん。ね、まあ、ウォーターファイトの大会出たくて出たくてしょうがない人は、まあね、まあ、ウォーターファイトの方の水鉄砲を買っていただくしかないわけですけどね。まあ、そんなこと言ったって、まあ、もう今やってないんで、まあ、全然関係ないですね。まあ普通に、もっと安くて、もっといい、水鉄砲が買えるのにわざわざウォーターファイトを買う必要は全然ないわけですよ。うん。あ、でもまあ、当時の売れ残りがね、今でも時々結構見かけたりするんで、安い値段だったらね、まあそんなに悪くないです。うん。まあ、安い値段だったらですね。うん。はい。というわけで、まあ、
トイザラスでも売ってると。でまあその他の店でもなんかバンダイのウォーターホワイトみたいなのが売ってると。まあそういうわけで水鉄砲好きな人間としてはね、まあなかなか楽しい状態だったわけですけどね。そのウォーターホワイトが出て、その次の年ですね。まあさっきも言ったそのウォーターホワイト第2弾みたいにやってた2014年ですけど、ちょっとびっくりするようなことが起こります。これがですね、なんとその、スーパーソーカーがですね、デザインラインを大きく変更したんですよ。それまではその重機っぽい感じにやってたのがすごく魅力的だったんだけど、これを変えちゃったんですよ。ちょっとリアリティみたいなのをぐっと下げてですね、で色合いとかも白とスカイブルーとダークブルーみたいな感じでちょっと引き締まった感じだったのが、なんかグリーンとかオレンジの部分を大きくしてなんかポップな感じにしちゃったんですね。まあ、何があったのかわかんないですけど、まあちょっとね。で、それで、共通クリップシステムみたいなのも、基本的に廃止になりました。まあ一部のね、継続商品ではちょっと残ってるんですけど、基本廃止です。まあ、そういう感じでね、まあちょっと、せっかくね、かっこいい感じのが魅力だったのに、こんなになっちゃって、どうなのみたいな感じで、すごくがっかりしたんですね。で、自分が個人的にがっかりしただけかなと思ったんだけど、海外のね、のなんかその、ファンサイトとか見てもなんかなんでこんなチープになっちゃってみたいな感じで文句言ってる人とかも結構いたんで、まあ自分だけじゃないのかなとかって思いますけれどもね。まあとにかくその鉄砲らしさみたいなのはすごく大幅に後退しちゃいました。でかっこいいかっていうとなちょっとダサいかなみたいな感じになっちゃいました。でもですね、そのスーパーソーカーのいいところってデザインがかっこいいところがすごく良かったわけですよ。ね、威力とか飛距離とかが欲しいんだったら、バスビーのウォーターウォリアーズの方が強力なわけですよ。あっちはその圧力式で、そのね、圧力高めてビューっていうのを今でも作ってるわけですからね。で、そのハズフロはそれをやめて、一回ギュッとしたら一回ビュッと出る予報式に切り替えたわけだけど、その代わり形がかっこいいみたいな、そういう住み分けみたいなのがね、いい感じかなと思ってたのに、見た目ダサいんだったらバスビーのでいいじゃんって思うわけですよ、やっぱりそこで。で、まあ非常にがっかりしましてですね、もう、いや、じゃあもうなんかね、そう、もうスーパーソーカー今年は買わなくていいかなとか思いながら、こう、失意のどん底に沈みつつ、ね、その、じゃあ、そのバズビーの方でなんか買おうか、それともなんかね、昔の、その、今売ってない、もっと強力だった頃のスーパーソーカーのやつとかを中古で買っちゃおうかとか思いながら、その、ネットでね、その、eBay とか見て回ってたんですけど、その時にね、たまたまね、見慣れないのを一個見つけちゃいます。で、そのね、見つけた見たことないやつっていうのが、そのハイドロフォースっていうシリーズなんですよ。で、このハイドロフォースっていうのは、アメリカで売ってなかったんですね。うん。ベーシックコンセプトっていう会社が作ってる水鉄砲なんですけど、なんかいろいろあるんでしょうけどね。ドイツとか、イギリスとか、カナダとかでは売ってるんだけど、アメリカでは売ってないんです。アメリカだとね、やっぱりその、ナーフのマニアとか、その水鉄砲のマニアみたいな活発に活動してるんで、発売されたらね、すぐなんかこう、動画レビューとか、ブログのレビューとか上がるんで、まあ、どういうね、商品なのかっていうのは大体概要がわかるんだけど、アメリカで発売されてないせいか、その、ハイドルフォースは全然情報が入ってこないんですよ。そんなものがあること自体知らなかった。eBay でたまたま見つけて、なんかこれかっこいいじゃんみたいな。何これ見たことないよっていうんで、初めて知ったぐらいですからね。で、まあ少ない情報を、まあちょっとね、ネット上で漁って、まあその公式のね、その CM の動画とかもまあ一応見て、まあ大体概要はつかめたんですけど、ね、これ、で、結局ね、その、まあ見た目に一目惚れしたっていうのもあって、まあドイツから取り寄せて買ってしまいます。で、このね、ハイドロフォースで何がいいかっていうと、まあ、とにかくね、見た目がかっこいいっていうのがね、まあ、自分のまず目を引いたところなんだけど、これ、見てね、わかる通り、その、思いっきりナーフっぽいわけですよ。まあ、並べてみたらね、すぐわかるんだけど、パッケージがね、すっごいストロングアームっぽいんですよね。で、端っこにあるね、なんか銃を構えてるお兄さんの顔までそっくりっていうね、いいのかこれっていうぐらい似てるんだけど、まあ、そんな感じでね、まあその、非常にね、なんかかっこいいわけです。で、それから、もう一つ面白いのが、その、
ナーフスーパーソーカーの共通クリップシステムとかありましたけど、あれみたいな感じで、カートリッジ交換で水の補給ができるようになってるんですよ。別売りのカートリッジがありまして、で、それ交換で即座に水補給っていうんだけど、面白いのはそれだけじゃなくて、そのカートリッジにですね、水の発射機構が全部収まってるわけです。ポンプも、それから水の発射口も全部ついてるんですよ。で、ここがミソなんですけど、普通に銃にセットした状態でポンピングして発射っていうだけじゃなくって、そのカートリッジの状態でポンピングできるわけです。だから、あらかじめポンピングを済ませて、圧力を高めた状態のカートリッジを持ってたら、水が切れた状態でセットして即座に撃てるんです。ね、これはね、すごい面白いアイデアだと思いました。ね、あ、これはね、いいな、すごい楽しいと思ったんです。弱点はですね、飛距離とか威力とかが意外と大したことないっていうことなんですよね。まあ、それがね、まあ、ちょっと弱点なんです。あと水もね、結構すぐなくなっちゃうんでね。まあ、そこもね、まあ、ちょっと弱点かなと。まあ、水がすぐなくなるのはね、カートリッジ交換でジャキって楽しめるっていう意味ではね、まあ、いいんですけどね。でもね、全体のアイデアはすごくいいです。その、カートリッジ交換用のね、なんかな、リリースレバーがね、なんかその、セーフティーレバーの位置にちょうど来てたりとかね。そういう変なこだわりみたいなのもね、なんかあるし、すごくいいですよ、これ。うん。で、まあね、その、スーパーソーカーよりね、こっちの、ね、ドイツから買ったこっちのハイドロフォースの方がいいや、みたいな、そんな風にね、思ってたわけですよね。そんなわけですね。まあ、ちょっとここのとこスーパーソーカーデザイン的にいまいちだなーとかね、思いながらもですね、でも全然ダメかって言うとそんなことはないわけですよ。例えばその、レベルとかゾンビストライクとか、そのナーフの別ラインのデザインを取り入れたやつとかも出てますしね。レベルの、あれですよ。ドルフィーナ棒って言って弓矢の形したやつなんかね、こう面白いなーと思ってこんなんか買いましたね。他にもですね、あとはフラッシュフラッドっていう英語の字面ではね、昔出たフラッシュフルードと同じなんですけどね、あれの、まあ、二代目みたいな形で出てるやつなんかは、その、普通のスーパーソーカーの上にストリームマシンをくっつけたような、そういう感じのね、ちょっと面白いのになってまして、通常の、まあ、ビューって発射と、あとストリームマシンみたいな、ブワーっていうなんかこう、太い水をね、発射するやつとの組み合わせで、好きな方をね、自由に撃てるみたいな。これはなかなか楽しいです。まあ、ストリームマシンと違ってね、連続で発射できますしね。他にもなんか下にね、なんかその、アダプターみたいなのがついてて、水道のホースを繋ぐことで無限に撃てるやつとかね。バカっぽいけど、まあ嫌いじゃないです、そういうのね。うん。まあ、そんな感じでね、まあなんか、いろいろ工夫はしてるんですよね。うん。まあ、その、一時期ほどのね、凄さみたいなのもないし、見た目のクールさみたいなのもないんだけれども、なんだかんだでね、結構ね、楽しいものは出してたりはするんですよね。はい、まあそんな感じで、まあいろいろね、去年までね、まあ不満もありつつ見てるみたいな、そんな感じだったんだけれども、今年ね、ちょっと大きく動きましてですね、今年2016年モデルで、久々にね、その圧力式の、蓄圧式のモデルがね、出たんですよ。ポンプで、圧力を高めてバーッと発射するタイプですね。まあデザインもね、なんか、スペース1999のなんかスタンガンみたいな形してますけど、まあまあ悪くはないかなみたいな感じでね。で、気にはなってたんですけど、外国の人のね、動画レビューとか見ると、なんかどういう仕掛けになってるのか知らないんですけど、結構ね、長い時間水がね、出続けたりとかしてるしね、これはね、なんか面白そうだなと思って、すごく気になってます。で、そんなわけでですね、まあ、その、蓄圧式のモデルがね、二つほど出たっていうんで、まあ、これはちょっとね、まあ、今年の夏は、トイザラス来たら買おうとか思ってたらばですね、なんと、意外なことに、今年のトイザラスは、そのスーパーソーカーを取り扱いませんでした。ね、超意外ですよね。去年も一昨年も入れてたから、普通にね、出すと思ってたんだけどね、なんと意外でした。で、このね、トイザラスはですね、これ聞いた話なんですけど、その、トカラトミー経由で出してるわけじゃないらしいんですね。ハズブローから直接買い付けてるらしいんですよ。うん。で、まあ、
はっきり言ってしまえば、そのスーパーソーカーはなんかあんまり売れ行きが良くないからなのか、それともその仕入れ値が高いからなのか、その辺はよく知らないですけど、とにかく今年はスーパーソーカーを取り扱うのはやめたと、そういうことらしいんですよ。で、代わりにね、今年のトイザラスが何を仕入れたかっていうと、なんとバズビーのウォーターウォリアーズなんですよ。まあ、で、その、スーパーソーカーが入らなかったのは、個人的にすごく残念ではあったんですけど、あの、ウォーターウォリアーズが入ってきたのは、ある意味逆に嬉しかったんですね。なんでかっていうと、その、ウォーターウォリアーズって、買おうと思ってもなかなか難しいわけですよ。スーパーソーカーはやっぱりね、大メジャーな名前なんで、アマゾンとかで買おうと思ったら結構簡単にポコッと買えちゃうんですけど、バズビーのウォーターウォリアーズはやっぱりマイナーなんでね、その取り扱ってるお店とか少ないわけですよ。その海外のネットショップみたいなのでも。あるいはその、あってもモデル数が少なかったりするんですよね。うん。で、買いたくても買えないみたいな感じだったんですよ。だからその、さっきから話してますけど、その、ね、そのスーパーソーカーがちょっといまいちだなって思ってるんで、その、ね、ウォーターウォリアーズでも買おうかと思って、買おうと思っても、なんか買えないみたいな、そんな状態だったんですよ。それがね、例えばその、去年出たそのモデルのウォーターロードってやつがあって、これすっごい気になってて、これはちょっと欲しいなと思って、いろいろ探したんだけど、まあ、買えなかったんですよ、結局。で、まあ、それはね、代行業者とか使って、なりふり構わずやればね、買えたんですけど、まあ、でかくて送料もね、きっと高くつくし、そこまでして買うかったら、いや、やっぱいいやって感じで、まあ、スルーしてたんですよ。それがなんと今年は、トイザラスに行ったら普通に買える状態になっちゃったんですね、ウォーターロード。トイザラスで3000円で買えますよ、これ。ねえ、もうこれはね、すごくありがたかったんですよ。ねえ。このウォーターロードね、まあ、早速買ってきてね、ちょっと打ってみたんですけどね、これはかなり素晴らしいです。やっぱりね、その、バズビーの持ってるね、その、CPS のね、威力っていうのはね、やっぱりこれは改めてね、痛感しましたよ。威力がね、ビーッと持続する、このパワーですね。ほんとすごいです。今現在ですね、今現在、日本で、一般的に流通している普通に買える水鉄砲の中ではこのウォーターロードは文句なく最強です。素晴らしいですね。いや過去のね商品、昔出たやつとかも含めたらそれはウォーターロードですごいのはありますけどね、今普通に買えるもので言えば本当にこれ最強です。最強って、ね、何をもって最強っていうかっていうのもね、まあ、いろいろあると思うんですけどね。飛距離だけで言えばね、それこそストリームマシンをね、一本持ってきてですね、もう超鍛えまくったムキムキマッチョのお兄さんをこう連れてきて、うりゃーってこう、押し込ましたら、それはもうもちろん飛距離は最強なわけですけどね。でもそうじゃなくってですね、もちろん飛距離も大事ですけど、飛距離とか、まあ、パワーですね、いわゆる水圧っていうかね、とかですね、あるいはその発射の持続時間ですね、とかね、うん。あるいはそのタンクの容量ですね、どのぐらい、何回ぐらい撃てるかとかね、そういう総合的にね、まあ、もちろん値段も含めてですね、総合的に見て一番何がすごいかって言ったら、もう自分はですね、もう問答無用でこのウォーターロード推しですよ、もう本当に。あともう一つね、ガルガンチュアっていうのもあって、まあ、そっちもね、性能的にはね同じくらいなんですけど、こっちね今年出たモデルなんで、そのウォーターロードより新しいんですけどね、こっちはですね、持続時間が短いんですね。ビャーって長いこと出ないんです、うん。ウォーターロードの方はですね、一番細いノズルで選ぶともう20秒ぐらい出続けるっていうね、とんでもない水鉄砲なんでね、ガルガンチュアはそれに比べるとその持続時間が短いんだけど、その代わりポンピングの回数が少なくて済むっていうね、楽なんですよね、うん。まあ、どっちがいいかちょっとね、人によってまあちょっと意見違ってくると思うんですけどね、うん。まあそんなわけでなかなかね、いい感じなんですけど。ただね、一つだけ弱点があって、何回も言ってますけど、バズビーのウォーターウォリアーズは見た目がダサいんですね。見た目がダサい。本当にこれだけね、なんとかなればね、これさえなんとかなればね、本当にすごく売れると思うんですけどね。
内部構造っていうか中のね、その機能からしてどうしてもこういう形になるっていうのは分かんなくはないんですけどね。もうちょっとなんとかしてくれよと思うんですよ。で、そういう人にはですね、うってつけのやつがありまして、先ほど話したですね、ハイドロフォースがですね、ハイドロフォース、これもトイザースが取り扱い始めてます。はい。で、わざわざドイツから買ったのに、ね、取り扱い開始かよ、みたいな。まあ、でも、それはそれで嬉しいですね。うん。ドイツからね、昔買った時とは、そのカラーリングとかね、変わっちゃってるんで、まあ、どっちがいいかはね、まあ、ちょっと人を選ぶところなんですけどね。うん。あと、自分のね、その前に買ったサイドワインダーだけじゃなくてですね、その大型の、シャークファイヤーとか、あと二連装のね、ラプチャーとか、そういうのも、一緒にね、売ってるんでね。もう本当にね、これ、ありがたいです、本当に。ね。まあ、だから、まあ、威力とかね、性能を追求したい人は、ウォーターロード。見た目とかかっこよさとかね、あといじくって遊ぶ楽しさみたいな、そういうのをね、求める人には、ハイドロフォースっていうね、トイザラスやるじゃん、みたいなね、もうね、好きな方選んでください、みたいな感じでね。まあ、非常にね、もう嬉しい状況なわけですよ。はい、そんなわけで、まあ今年ね、2016年、水鉄砲のね、非常に盛り上がってる感じなわけですよ。まあ自分だけかもしれないですけどね。ね、威力のウォーターウォリアーズ。ね。デザインのハイドロフォース。ね。で、まあ、日本で正規発売はしてないんだけれども、ね、また、改めてね、圧力式に戻ってきた、このスーパーソーカーとね。もうワクワクドキドキ状態ですね。ね、非常に目が離せない感じで盛り上がってますんで、これ聞いてる皆さんもですね、じゃあちょっとなんか面白そうと思ったらばですね、まあちょっと、トイザラスなりですね。あるいはそのアマゾンなりとかね。使いましてですね。いろんな水鉄砲を買って、バンバン遊んで、で、水鉄砲の楽しさをね、味わってですね。周りの人にも広めていってほしいと。そういうふうに思ってるわけですね。はい。というわけでね、今回はここまでということでですね。はい。皆さん、ありがとうございました。ね、また機会があればね、また何かまた話したりするかもしれません。はい。まあ、その時はまたよろしくお願いします。皆さん、聞いていただいてありがとうございました。